害虫駆除チャンネル。皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではプロの害虫駆除業者さんが使う殺虫剤の使い方や駆除方法を家庭でも使えるように分かりやすく紹介しています。動画は定期的に更新していますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回のテーマはゴキブリ対策についてです。ゴキブリ駆除にこのような毒餌剤がよく使われます。毒餌剤はゴキブリが食べて初めて効果が出るものです。ただし間違った使い方をするとゴキブリの食いつきが悪くなり効果が出ないことがあります。そこで今回はゴキブリ用毒餌剤の効果的な使い方を紹介したいと思います。それでは詳しく紹介していきましょう。毒餌剤にはゴキブリが好む成分が入っていますが、周りにゴキブリの餌になるようなものがたくさんあると毒餌剤を食べてくれません。食品カスなどはできる限り処分してから毒餌剤を設置してください。ゴキブリは暗いところ、狭いところ、水場に近いところ、餌場に近いところに隠れています。このような場所に設置するのですが、人目につくところには寄りつかないので、できる限り奥まった暗いところに設置してください。出入り口周辺に設置するとゴキブリを外から侵入させることになるので控えてください。殺虫スプレーには虫除け効果があります。設置した場所の近くにスプレーするとゴキブリが寄りつかなくなり毒餌剤を食べてくれません。今回はゴキブリ用毒餌剤の効果的な使い方を紹介しました。ゴキブリでお困りの方はぜひお役立てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではプロが使う駆除用品や駆除方法を分かりやすく紹介しています。動画も定期的に配信しているので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。